ネスレ日本は1月19日から天然ピンク色のチョコレートサブリムルビーをキットカットショコラトリーの店舗と通販で販売を開始しました。ルビーチョコレートはスイスのチョコレートメーカーバリーカレボーが世界で初めて商品化したもので、今回日本と韓国で独占販売します。1月18日に行われた発表会では、ネスレ日本常務取締役セドリック・ラクロワ氏がバレンタインを前に世界初の天然ピンク色のチョコレートルビーを発売しますと述べ、この後バリー・カレボーマーケティングディレクターバス・スミット氏が開発に10年かかりました、ルビーココア豆の元になるフレーバーを閉じ込めて作りましたと説明しました。なおサブリムルビーはル・パティシエ高木のオーナーシェフである高木康政氏が監修しています。販売価格は1本400円で、5本入り1800円、7本入り2400円、いずれも期間限定販売です。